ろいろやってるんですけど、映画監督とフォトグラファーとあと音楽をやっています。まあ大体大きく3つの活動、アート活動をやってます。まあ映画監督は長い長編作品を2本、あと短編が5、6本撮ってます。写真はもういろいろやってて、まあなんか鼻から煙が出る写真 が今ハマってるのと、あとまあ猫の写真撮ったりとか、まあ普通にいろんな写真を撮ってます。まあ仕事もしてます。まあ音楽はまあ音楽はライブやったりしてます。はい。でライブは、ボーカル歌歌ってます。作詞作曲もしますね。インスピレーション、映画は役者と出会って、その役者からイマジネーションもらって、で脚本を書くことが多いです。最初から脚本があるよりも、なんかキャラクターから作っていくことが多いですね。で写真はもうすごくフェティッシュな方向に行きがちなんですけど、まあ、今一番よく撮ってる鼻から煙を出す写真とかはもうインスピレーション、もうやっぱまあ被写体からもらう感じですかね。音楽はもう自然に歌いたいものを歌うって感じですかね。インスピレーションは日常の何かサムスかな。写真はもう本当にでも行き当たりばったりで、なんか興味をだんだん込まれて集中していくっていうことが多いかな。まあ、例えば鼻から煙を出す写真とかも、まあ、たまたま知り合いのモデルの子に、まあ、ベイプっていう水蒸気を出す機械みたいなもので、たまたま使ってもらったら鼻からボホって出て、それがすごく美しかったっていう、そういうインスピレーションでもう2年近くずっと撮り続けてます。やっぱ映画を撮り始めて、1作目の長編のバラの東という映画が、まあ、ちょっと映画の賞というかちょっといただいて、で2作目も、まあ、いくつかの、映画祭の賞をもらって、まあ、それでこうなんか気持ちが上がって、でアート活動の方にずっときっかけとしてはどっぷり入ってた感じですかね。写真はだからその後ですね、ロケとかしてる時に写真も撮ってたりしてて、まあ、写真もいいなっていう。自分は基本的にはディレクターなので、カメラを回すのは、まあ、カメラマンだったりするんですけど、フォトグラファーの場合は自分で撮るっていうことですね。なんでまあやっぱり映画が一番で、なんか賞もらったりそういうことで気持ちが上がって、で他の活動もどんどんエネルギッシュになっていったということです。お寺より神社ですね。行く
とやっぱりこうなんか気持ちがすごく綺麗な、なんてリフレッシュされるってことはよくありますよね。写真も撮りますし、まあ、でも、まあ、映画で言うとそういう日本的なものっていうのは意識して取り入れるということはあまりないんですけど、まあ、自然と出てくるものはあるんですかね。でも着物とかはすごい好きですね。そういう作品も撮ったことはあります。ただやっぱ子供の頃から洋画、アメリカとかヨーロッパの映画を見て育ったし、音楽もどっちかというといわゆる洋楽、日本の音楽あまり聴かなかったので、ヨーロッパ的なテイストが多いですけど、でも逆にそういう和風なテイストみたいなものは、まあ、ちょこちょこは取り入れたりしてますね、うん。まあ、主に映画ですけどね。写真はそんなにはないかな。いろいろやってるんですけど、まあ、なんか興味のあることを興味のある時になんかぐっと集中してやればいいんじゃないのかなって思います。なんかあんまり渋いこと考えないで、自分は映画監督だからそれだけじゃなくて、まあ、写真も撮るし歌も歌うし、なんかまあ、あんま時間もないことですし、やりたいことをやりたい時にやって、まあ、それを形にしていくしかないんじゃないですかね、アーティストは。まあ、なんか、継続は力なりとかって、まあ、日本語でよく言うんですけど、まあ、でも継続すりゃいいってもんじゃないと思ってるんで、なんか瞬発力も大事ですし、継続しててもなんかやめる勇気も必要だしっていうのはよく思いますよね。で、まあテーマがないから何もやらないっていう人もいるけど、まあテーマなんかやってりゃなんか見えてくるもんだし、まあとりあえず、やりたい表現を好きなようにやるのがいいんじゃないのかなって思ってます。ありがとうございました。